おはようございます、本日はトレイルランニング35キロ山梨県で走ってきます。あと30分ほどで会場に着きます。行ってきます。2019年10月20日山梨県市川三郷町で第7回市川三郷しびれ稜線トレイルランに参加しました。僕が住んでいる東京都足立区からは約車で2時間半。先週の台風の影響で大会開催が危ぶまれましたが、本日無事に開催されました。累計の標高差が約2300メートルとかなりハードなコースです。花火で有名なこの町、大会開催を花火で祝ってくれました。トレイルの大会はロードの大会に比べ給水所確保が難しいため、各自で水分やエネルギー補給を持たなければいけません。参加者の装備もレベルや目標タイムによってバラバラです。不安と楽しみを胸にスタート地点へ向かいます。
ちらは標高850メートルに位置するしびれ湖です。コースの中で一番好きなスポットでした。標高1200メートルの昼ヶ岳頂上に到着しました。お疲れ様です。お疲れ様です。痛い。35キロのやっと半分まで差し掛かりました。アップダウンの激しいコースに早くも体がついていきませんでした。先ほどエイドを通過して、坂を下ってもう一本登ります。めちゃくちゃきつい。足がもうピクピク。頑張ります。はい、今下ってきました。あと15キロ、もう一回登りがあるので、息整えて、足はパンパンですが、行ってきまーす。最後の山を登り終え、あとは下るのみです。あと2キロ、頑張ります。最後の2キロは足が全く動かず、止まったり動いたり、なんとかゴールに向かって歩み続けました。ゴールの瞬間は疲れのあまり撮影を忘れてしまいました。記録は5時間30分。ロードの大会と違い、変化に富んだコースがとても面白かったです。レース中はきつい思いしかしていなかったですが、お疲れ様です。無事に35キロトレラン終了しました。めちゃくちゃきつい。足全然動かん。これから着替えてばあちゃんに会いに行きます。行ってきます。